海上自衛隊潜水艦艘、龍が、貨物船アルテミスとの衝突事故原因が判明したとの情報をキャッチしました。今回は、この、艘、龍と、アルテミスの事故原因を詳しく見ていきますね。ソナーによる誤認としているし、アクティブソナーを搭載する話。どうだろうね。2022年9月20日に、海上自衛隊は高知県庁を訪問。昨年2021年2月8日に、発生した双流型潜水艦一番艦、造流と、民間の貨物船との衝突事故について、その経緯や原因を報告し対応した知事らに、謝罪を行った。この事故は、昨年2021年2月8日の、午前10時58分に発生した、造流と香港船籍を持つ民間の貨物船、オーシャンアルテミスとが衝突したものであり、すでに、先月8月25日には、運輸安全委員会による、最終の調査報告書が出されている。事故は、高知県の土佐清水市に所在する足摺岬から、南南東方向に、およそ 50km ほど、離れた海域で発生しており、今回衝突に至った民間の貨物船をはじめ、地元の漁業関係者の船舶の往来も多い海域であったとされる。今回の事故の内容に関しては、運輸安全委員会が調査報告書の形でまとめており、さらに、その内容を噛み砕いて表記したパワーポイントを POF 化したと、おぼしき説明資料を、インターネット上で確認することも可能となっている。この説明資料の表題は、貨物船オーシャンアルテミス、潜水艦双流、衝突、船舶事故調査報告書となっており、各種の画像やイメージ図等で、実際の調査報告書の内容を、視覚的にもわかりやすく解説したものと言えるだろう。この説明資料によれば、貨物船、オーシャンアルテミスは、総トン数 51,208トン、全長 229.2メートル、全幅 38.0メートル、深さ 20.7メートルで、事故当日には、総員で20名の乗組員が乗船して、航行を行っていたとされる。貨物船、オーシャンアルテミスは、中国の青島港から出港し、足摺岬から、南南東およそ 50km 沖合を、そのまま、四国を反時計回りで通過して、岡山県の倉敷市の水島港に入港すべく、北東方向に進んで、鋳物と見ることができる。一方の、双流は、基準排水量2950トン、全長 84.0メール、全幅 9.1 メートル、深さ 10.3 メートルで、事故当日には、総員で90名の乗組員が乗り込んでおり、先行した状態で、足摺岬の沖で、南南東方向に進路をとっていたことがわかる。ただし、双流は、先行状態ではあるものの、深い深度での先行を行っていたわけではなく、専門用語で、ロイタダキと呼ばれている海面に、潜望鏡を出すことが可能な深度まで上昇しており、その意味では、比較的に浅い水深にて航行していたと言える。そして、貨物船、オーシャンアルテミスと、双流とは不幸にして、接触事故に至ったが、当然、双流が、下から、オーシャンアルテミスの艦艇に衝突する形となり、双流側が、大きなダメージを負うこととなった。双流では、オーシャンアルテミスとの衝突の衝撃によって、乗組員3名が負傷を負ったほか、艦もセイル部の、ウフナバタイタダキに凹み、および、右舷の船舵が下方に折れ曲がる、物理的な損傷を生じており、衝突の激しさが伺えた。オーシャンアルテミスは、船首部分の球状をした右舷の外板に凹み、傷が見られ、ここに、双流のセイル部分が衝突したことがわかるが、艦の総トン数 51,208トンもの大きさが、功を奏し、深刻なダメージには至らなかった。
これまでの軍の潜水艦による衝突事故では、2001年にハワイのオアフ島の沖合で発生した愛媛丸の事故も記憶に新しいが、ここではアメリカ海軍の潜水艦との衝突に見舞われた愛媛丸は沈没に至り、乗員9名が死亡する痛ましい結果となっている。愛媛丸は総トン数で499トンしかない小型船であったが、相手のアメリカ海軍のロスアンゼルス級原子力潜水艦グリーンヒルは水中排水量7177トンもの大型艦であったため、その衝突の衝撃には耐えられなかった。今回の双龍とオーシャンアルテミスの衝突も、相手が双龍よりもはるかに小さな漁船等であれば、同様に死亡者を発生する大事故に至った可能性もあり、その意味においては不幸中の幸いだったとも言えるのかもしれない。潜航中の潜水艦は、他の船舶が水中に発する音波を捉える方式であるパッシブソーナーを用いて航行を行うが、今回の事故の総理ユーも無論これを駆使して他の船舶との間で接触等を起こさないように、乗組員らは注意を払い任務に従事していた。しかし今回の事故で双龍のパッシブソーナーではオーシャンアルテミスと同じ方向から進んでくる、それよりも遠方にいたコンテナ船のみを船舶だと乗組員が誤認してしまったことから接触事故が引き起こされたという。その後、オーシャンアルテミスが進む音も、双龍の乗組員はパッシブソーナーで確認したものの、先のコンテナ船と時間の位置が、時間が経過したことから変わったものと、再度の誤認を招いてしまい、浮上に移行したために接触したとされる。こうした今回の双龍とオーシャンアルテミスの衝突事故の経緯を紐解いてみると、パッシブソーナーという機器は、正常に作動していても、それを確認して正しい判断を下せなかったが、故の人為的な事故であったことがよくわかる。双龍に限らず、潜水艦とは非常に難しい操艦が必要とされる艦艇であり、パッシブソーナーを扱う乗組員個人の誤認によって、こうした事故が不幸にして起こり得ることを、改めて多くの人々の脳裏に焼き付けることとなっただろう。しかし、潜水艦の運用において、こうした事故の危険性は完全に避けられないと承知しつつも、日本の海上自衛隊では、四方を広い領海に囲まれた中で、その防衛力のようにして、主戦力である潜水艦をそこから外すことは考えられない。今回の双龍の事故を総括した海上自衛隊では、今後、こうした事故の発生を防止する手段として、これまでよりもパッシブソーナーで確認した目標に対して、さらに精緻で精密な解析と分析を行うこと、微細な変化も報告を行うことを挙げている。ちなみに、当時の双龍の艦長は、今回の事故に関して、乗組員の総責任者として、日本の現行法にのっとり、業務上過失往来危険、及び業務上過失傷害の疑いで書類送検されており、その職責上の義務を果たせなかったことを問われるものとなっている。ただし、こうした責任の追及は致し方ないとしても、今回の双龍とオーシャンアルテミスの衝突事故においては、双龍がセイル部に物理的な損傷を生じたことで、艦搭載の通信機器が使用不可能となった点も見逃せない。このため、双龍は乗組員の私物の携帯電話の通じる位置に入るまで、この事故の報告を行えておらず、軍用の艦艇がこうした事態のみで通信途絶の状況に陥ったと聞かされたことの方が、事故そのものの発生よりも衝撃を禁じ得なかった。これに関しては、双龍の事故後、すぐに海上自衛隊の潜水艦には
こうした非常時の連絡用に、衛星電話の配備を行ったとされるが、その予算さえ捻出できていなかった海上自衛隊の置かれた環境には、同情の念を強くした。今の時代は、人工知能の発達ともリンクして、陸海空のそれぞれの分野で、無人機が戦力化されつつあるが、こうした有人兵器が、すぐに廃れることはなく、したがって、人間の判断ミスによる人為的な事故も完全には防止はできないだろう。それでもパッシブソーナー等の技術の進歩によって人間の犯す判断の誤りが最小で済むような危機が実装されることを及ばずながら自衛隊の人々のためにも願わずにはいられないというのが個人的な感想ではある。